赤松次光は戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。赤松氏の所流の一族で赤松の利村の長男、藩氏の後裔。父、石野氏帝が石野城に寄ったことから石野氏を名乗った。天正六年、橋場秀吉が三木城を攻めた際には別所長春の武将として三木城に籠城。橋場方の古田重則を射殺するなど功績を挙げた。 二期上落城後は秀吉に仕え、ついで前田利家に属した。前田家に従って小田原征伐に従軍し、八王子城攻めでは戦闘して主級にを挙げている。その多数度の先行があり、三千国余りを得た。慶長十一年、加賀国で死去、去年五十四長男、塩家は徳川家康の旗本となった。次男、義は、 前田都常に仕え、三男、正直は徳川頼信に仕えた。なお、宇治光の弟の定住も加賀藩士となっている。赤松氏の本家に相当する塩家の系統はこの後、宇治光の矢者後で遠獄奉行を務めた半安氏が法永年間に赤松姓に服し、後戦国余りの旗本として幕末まで存続した。交代寄り合いであったとする説もある。 奇襲藩に仕えた三男、正直の子である石の側院は、石の宇治テの養子となった後分家を立てて、幕府旗本となった。乗院の嫡男、石の乗りたは、教法年間に、幕府の養殖である勘定奉行を務めた。藩主の弟で、乗院の逸夫であった乗りただは、血筋が近いこともあって、かねてから、縁のあった旗本あり即ゆえの養子になり、その後、 死死がなかった旗本有馬家の本家である、久留米藩有馬家を相続した。幕末の外国奉行、諸院番頭、赤松の利ただは氏光から数えて十代目にあたり、軍艦奉行、赤松藩生は、のりの子である。ありがとうございます。